みなさんこんにちは、新垣梨沙です。ヤッホー。そして安武です。ヤッホー。はーい、ということで、はい、なんと、うん、私の念願の安武さんの思い出の地を巡るやっていきたいと思います。行きましょう。やったー。僕が生まれた土地、うん、幡ヶ谷です。東京都渋谷区幡ヶ谷。かっこいいな。でもね、あの本当に渋谷区って聞くとなんかすごい都会なイメージあるかもしれないですけど、あるある。幡ヶ谷はそんな別にすごい都会って感じではないですけどね。そうなんだ、うん、で僕自身は実家とかにはいたから、うん、実家から駅までの道とかは別につい最近まで行ったりはしてるけど、うん、そっか。歩いて小学校の方とか、うん、反対側に商店街があったりするんだけど、うわー、商店街いいな。そう、そことかはもう何十年ぶりとかだから全然行ってないから、うん、わー楽しみだね、うん、楽しみ。ちょっと、はい、ということで今日はですね、はい、私もずっと行ってみたかった安武さんの思い出の地をですね、うん、巡っていきたいと思います。はい、よかったら最後までご覧ください。スタート。もうね、うん、間もなく着きますよ。とりあえず駅の方から行く。うん、いいね。うん、はい、幡ヶ谷に着きました。じゃあ今からどこ行くの？ちょっと近くの、はい、行きたい場所があるんですけど、行きましょう。行きましょう、レッツゴー。すぐ横の路地に入ってきたんですけど、うん、どこ行くのかな。はい、もうすぐそこにあるんで目的地は。あ、本当？はい、もうちょい先です。あ、楽しみ。あるかな。看板はあるっぽいな。本当？うん。うわ、あった、やってる。これ、こちらです。あ、ちょっと待って、駄菓子屋さんなんですよね。うわ、ずっと来たかった駄菓子屋さん。本当に、うん、子供の頃から行ってたところだから。うわ、久々に来て、まだありましたね。テンション上がりますね。僕30年ぶりぐらいに来たんですけど、しょっちゅう来てまして、すいません、ちょっといろいろ買わせていただきます。嬉しい。嬉しすぎる。買ってこ、買ってこ。いっぱい買いたい。ね。駄菓子パーティーしよう。ね、いっぱい買ってさ、駄菓子、うん、食べるのもやろう。あ、それしよう、それしよう。じゃあ買っていこう。はい、カゴがありますから、ここに。ちょっと、やっぱ、じゃあさ、安武さんさ、うん、子に戻った気分でさ。あ、当時？当時買ってたものとかさ、当時は買えなかったけど、今大人だから買えるものとか。確かにね。あるじゃん。はい、僕の絶対のがあるんですよ、まず。何？ちょっと開けてもいいですか？僕はもう絶対これです。スモモです。スモモだー、はい、しかもちゃんと冷蔵庫。僕はもう絶対にこれが一番好きだったんですよ。あ、はい、それ食べたことない。これ凍らしたりしてね。あ、凍ったのもあります。見ていいですか？これ凍って売ってるんですよ、こうやって。嬉しい。ベスト3まで。ベスト3ちょっと迷うな。2位は？2位はね、あんずぼ。あ、そういう系が好きなんだね。これも凍らせてね。あ、凍ったのありますって。多分こっち系が好きなんだと思います。そうかもね、はい、うん、あと1個きなこ棒ですね、僕。おいしいよね、それはもう裏切らない。こっちじゃない。あ、これ、うわ、そっちだ。これだ。そっちそっち。これこれこれだよ、大好き。当たり付きでしょ。うわ、もう大好き。これこれ。あと、糸引き飴とかね。あ、懐かしい。あ、糸引き飴大好きだった。うわー、お祭りとかでもこれやってた。とりあえず、僕のベスト3は、これ1位。これ2位の、きなこ棒のくじのやつ。これが僕のベスト3です。はーい。では、リサさんにお返しします。はい。はい。やったよー。食べてみてください。いただきます。お姉さんはいいね。お姉さんはいい。おお、当たった。すごい。おめでとう。やったー。ありますね。すごい。やった。やったじゃん。うん、ついてる。だね。もう一個やったー。じゃあこれにしよう。俺も食べよう。うん。いただきます。うんふん。はずれ。こっちは？いいのもらって。いいよ。美味しいわ。美味しいね。美味しい。あれすごい。久しぶりに来れて嬉しかったです。はい、またちょっと実家来るとき寄らせてもらいます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。流しパーティーします。楽しかった。人が来てたね。うん、お母さん全然変わってなかったもん。ほんと、うん、よかったね。いやもうすごい満足な気分だった。かわいい。安武さんちっちゃい時ここ来てたんだ、うん、こんな時に。そうそうそう、かわいい。大きくなってこんな買えるようになっちゃって。うん、お家で食べよ。ここがちなみに、はい、すぐ横の六号通り商店街ってところ。うん、ここはもうよく子供たちが来てた。へえー、そうなんだ。お買い物だったり友達と遊んだりとかで。あ、ちなみにあの化け物のこれがあるじゃないですか。うん、あれのあれにも出てきてるところなんだ。大好き化け物の子。見てください、帰って。もう一回そういうつね、それ分かってって見たら面白そう。そこの下のさ、こういう、うん、何アッサハルト。アッサハルト映画見たら分かる。うん、ちなみにこの後ろにあるハールト、うん、洋食屋さんなんですけどね、ここも昔来てました。すごい美味しい。そうなんだ、今度行ってみよう。うん、行こう行こう。うん、お家で食べよ、お家で食べよ、お家で食べよ。一個だけ食べよっかなじゃないのよ。一個だけ食べよっかなじゃないのよ。一個だけ食べよっかなじゃないのよ。はい、ということで着きました。はい、私の母校でございます。いやすごいね。あそこ見てください。はい、90周年って書いてあるんですけど、うん、僕が卒業するときがちょうど60周年だったんで。30年経ってる。そう、そうなんですよ。すごい。こんな感じですって。嬉しい、なんか見に来れて。はい、じゃこうなってくるとすごい違和感こうやってリスタッフ私がいるとここでやってたわけか。ここではやってないの。あ、中高だから。私は小学校でやってた。アミーバスをね。今度バスケ対決しようよ。あ、いいよ。私はキャプテンだったから。中高やってたから。私は小学校だけ。やりましょう、やりましょう。私のこの筋肉痛が治ったら欠乏で筋肉痛になりました。え、でもなんか嬉しいな。なかなかさ、だって来れないじゃん、そうやって。そうね、安武さんの小学校とか。ちょっと今、はい、通りかかって近所の公園に来ましたけど。うん、何この公園は思い入れがあるのかい。これは7号通り公園。奥の公園でラジオ体操なんですよ、夏休みに。そうそうそう。じゃあラジオ体操やろう、今から。じゃあなんで。よろしくお願いします。はい、すいません、新垣梨沙です。しばらくですねこの映像が続きます。もういい加減にしなよと思っている方はですね、10分26まで飛んでください。できるもんだね。
今ですね、安武さんの思い出の地を巡って最後、美味しいしゃぶしゃぶ屋さんがあるということで、はい、しゃぶしゃぶ屋さんに安武さんのお母さんも一緒に来てます、はい、嬉しい。恥ずかしがり屋なんで、うん、相変わらずこっちにはいますけど、はい、嬉しい。こんにちはって、こんにちはこんばんはか、こんばんは、こんばんは。はい、ということで今日はですね、はい、安武さんの思い出の地を巡ってきました。いや、どうだった？いや、なんか懐かしかったね、うん、その行ってないところに行ったから、地元自体には結構行ってるけど、うん、地元の中でも全然行ってないところに行ったから、うん、ちょっと懐かしかったね。駄菓子屋とかすごい懐かしかったんじゃない？懐かしかった。なんかあの空気感がすごい素敵だった、うん、2人でね、ラジオ体操もできたしね、うん、ラジオ体操はそんなにどっちでもよかったよなんで、まあ、でも本当にラジオ体操もそうだけど、小学校とかにリサちゃんがいるってことがちょっと不思議な感じがして、そういう感じになるよね、うん、私もそうだったもん。あ、言ってたじゃん、うん、その感じが分かった。あとやっぱ自分のところ行くのも懐かしかったけど、うん、その安武さんが生まれ育ったところに行くっていうのがすっごい楽しかった今回。あ、そう、うん、分かる。でも逆の時もそう思ったもん。なんか幸せな気持ちになった。なんかいいね、うん、いい。改めてさ、こうやって回るのってさ、うん、お互いのことをさ知るっていう意味で、うん、なんか情報が入ってくるわけではないけど、うん、雰囲気だったりとかがさ、うん、分かってすごいいいなと思った。ねえ、うん、よかったね。やってよかった。すごい、やってよかった。私たちの夏休みって感じだね。なんか本当だね、うん、実際今夏休み中だしね。そうだ ね素敵な時間をありがとうございました、うん、ありがとうございました。ということで、うん、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう、はい、新垣梨沙と安武でした。またね。おまけのちょびたん。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。